来ました。めっちゃ大きい。おお、ちゅるっといただきます。ケイチです。今日はですね、黒門にいてて、ここで飲もうかなと思います。今の現状の黒門市場を皆様にお届けしながら、どこで飲もうかっていうのを前情報一切なしでこれから行こうと思います。ふぐ屋さん、あとはプロハシのキムチとか、湯葉屋さん入っておりますね。名もなき魚屋、全品500円とか言って、面白いお店ですよね。ちょうど黒門市場の真ん中あたりでしょうか。今4時ぐらいです。マグロのすき身で前回動画アップさせていただいたんですけども、移転したんだ。おお、移転したというところです。あのマグロのすき身あったらラッキーですよ。もうすぐ売り切れますんで。やっぱあの黒門市場って言うたら、あのマグロとフグ、あとはなんかあの海鮮焼いてるっていう、まあ、そういうイメージがあるんですけども、もう今も焼いてる店がほとんどないですよね。だから香りもあんましないっていうか。黒門寿司酒場、まあ、こんな感じですけども、食べ応えありそうですね。黒門兄弟提灯、うなぎ丼が990円、握り盛り990円、サーモンいくら丼が990円、全部990円均一っていうところでしょうけども、あ、開いてませんね。スーパー黒門中川、めっちゃこう賑わってますよね。ちょっと時間的に遅いかもしれませんね。もうこういうところで早いじゃないですか。だから終わるのも早いかもしれません。私来るの遅すぎてか。お、焼肉屋神戸屋、まあ、神戸牛のお店ですよね。このカレー屋さんもね、カレーの香りがすごくプンプンします。いや今日は私あのカレーじゃなくて刺身っていう気分だったんで、今回は行きませんけども、カレーの香りはすごくしますよ。お、大和屋、今日はお休みでしょうか、まあ、準備中というところで。ここに入ったことないんですけども、入りたいですね、いつか。寿司酒場、こちらで飲みます。うなぎ1180円、結構大きいですよ。お得価格ですよね。貝とか250円のところ150円とか。その殻付きの牡蠣が1個150円。牡蠣をほな2つ、はい、2個お願いします。スガキです。お造りの三種盛りが税込みで549円というところですけども、衣市場って言ったらもう新鮮な刺身、まあ、その中でやっぱりこうお造りっていうのを注文しないともったいないというところで、この三種盛り、五種盛り、八種盛りってあるんですけども、もう一人飲みだったらこの三種盛りいいと思いますよ。あとなんかこの辺あたりが興味ありますよね。名物デカネタ、マグロとサーモン、この辺あたりをちょっと注文したいですね。名物のデカネタのマグロの握りが2貫と、はい、あとサーモンの握り2貫、はい、あとはこの日本酒で5回の冷やでお願いします。はい、はい、おーおー、 ありがとうございます。これ150円、150、300円、普通これ牡蠣ってこんだけ大きかったら1個でも普通に500円するとこもあるぐらいのレベルの大きさだと思います。来ました、めっちゃ大きい。これ本当に名物っていうだけありますね。ではいただきます。まずは牡蠣からいただきましょうか。ではちゅるんといただきます。日本酒、やっぱりマスで飲むことによって木の香りもするんですけども、温かい味になるっていうか、まろやかになるっていうか。牡蠣の煮込め、つるんといただきます。いや、うますぎるだろう。たんまり醤油でマグロ先いただきましょうか。これすごい、あの刺身で言うたら4カット分ぐらいあると思いますよ、うん、こう斜め切りにしてそれぐらい、あの大きいです。大きすぎる、重た。大きすぎて一口で食べられへんかった。マグロめっちゃ美味しい。
めっちゃあっぱれ。やっぱり魚屋さんが経営してるお店っていうところでマグロの鮮度っていうのも本当にピカイチだと思います。もう一個、これ本当に名物ですよね。間違いなくこれ食べてください。いやこれは最高ですね。醤油が2つあって、この九州の甘めの醤油をこの私はサーモンにかけます。これは本当に大きい見てください、このデカネタ。本当に食べ応えありますし、サーモン自体もすごく脂乗ってます。これはでもちょっとおかわりしたいですね。はい、ありがとうございます。いやもうマグロ本当美味しかったですよね。ありがとうございます。生の本マグロ、はい、そしてこのサーモンとマグロ1貫ずつ追加お願いします。いやマグロ本当にマジ美味しかった、鮮度抜群です。ちょっとガリをいただきましょうか。ありがとうございます。このデカネタっていろいろ今まで食べてきてですね、一番大きいです。本当に一貫税込みで219円っていうね、こんなんねもう一貫どころじゃないですよ。4貫ぐらいの寿司ネタが上に乗ってると私は思っております。九州の甘醤油にかかったサーモン、最後これをいただきますけども、甘めはサーモンにかけて、でたまり醤油はマグロにかけると。結構かけた方がいいですね、身も分厚いので。見て、大きい大きい、テンション上がりまくりますよ。どっちから食べようかな。大体サーモンは最後食べるんですよ私ね。でもねマグロもね本当に美味しいので、いやーどうしようかな。いやマグロですかね。これもう分厚すぎるだろうと。これでも本当にサービス品ですよ。最後はサーモンで締めさせていただきます。いやめっちゃ大満足。こういうことですよ、食べてね満足するってのは大事です。まあ、普段見たことないぐらいの大きなネタが乗ってて、口いっぱいに頬張りながらいただくっていうね、それを皆さんにぜひ体験していただけたらと思っています。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。牡蠣っていうのは、まあ、よくこう普通に食べるんですけど、こんなに大きな、まあ、デカネタ、それも低価格っていうか本当にお値段以上の価値のあるデカネタの寿司を食べれるっていうのは、私ケムチぜひこれはね強くおすすめしたい寿司でございます。よろしかったら皆さんも来てみてはいかがでしょうか。ケムチでした。